背番号2ディフェンダー柴田隼人。23に味方すると思いますよ。練習量も多いですし、強度も高いんで、トレーニングの。それださあ、今、センター佐久間、ゲギデルミがね、ボールを持った。さあ、キックオフとなりました。前半の45分がスタートしています。青い方が早速使ってきましょう。はい、エスペランサー。そして後ろの日本が東京23 FC。23ボールです。さあ、前半の7分にある、あとショートコーナー、エスペランサー、クロスボール。ヘディング黒石川明がクリア、ルーズなボール、おお黒石川オーバーヘッド。さあそして縦につけてきたボール、加藤裕二がヘディング、シュート打ってきた。ナイス。ナイスコーナーキック、ファーサイドヘディング折り返し、おお文也がボールを弾き出したような形、ダメを作りましたね。もう一回右から攻める。ナイスターン。おなか、お、フリーフリーフリー。クロスボール。やったー！光る。完璧。清水光る。見事。やばい。背筋がズバズバするゴールだ。黒石川ですよ。23分。いいですね。あ、リプレイしたい。今日はリプレイはありません。いいですね。いやでもやっぱり右側の攻撃布石ありましたね、うんうん、4度目ぐらいですか。そうですそうです、ね、そうです。うまい、落ち着かせるのうまいですね。立ってね、お縦うまい、お来た、おー来た、光るペラシュート左足サイドネット、カップ25番、一旦中にいました。32番、縦のボール、これオフサイド、ないの、うん、やばい、おー、ね、よかった。専用のね、はい、あの素敵なスタジアムでできるということで、関東リーグの国旗、もう23のファンの人みんな名前のことをネイマールって言ってる。3人帰ってきましたよ。え、3人帰ってきた。下がっちゃうとね、うん、あ、クロスボール、こうなっちゃうんですよ。うわー、やった、おだっきー、すごい、最後誰だ、全然余裕ボール持ってますからね。おー、ほんとだ、加藤裕二、光る、ユージ、よし、来た、打てる、うわ、来た、おー、打てる、シュートなんだかセーブ。おお。どこだよ。さあ。内藤健太。どこだ。ナイスナイスナイス。よし。素晴らしい。何もしてないのにって親に言われてます。ジョニー、わー、クロスボール、打てキック、ここ3、エスペランサ、ダメよ、ナイスキー、最後ワンタッチ、終わった、さあ、勝手に実況隊がお送りしておりました東京23マジェティビアンドレイジオ2020年7月18日海の日です。ゾゾパークホンダフットボールエリアからお送りしてきましたね。でもアグレッシブに攻めていくんで、これからも応援よろしくお願いします。絶対させましょう。本当にありがとうございました。内藤素晴らしかったぞ。皆さんぜひ次のねご視聴もいただければと思います。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。